この間あの100本目に到達しました。すごい、ありがとうございます。私はやっぱりバックでガンガン行かれたいですね。結構ガン好きが好きなタイプなので。梅さんこんにちは、巨乳アホ多いよろしくお願いします。朝なんですけど、はい、ちょっとあの渋谷にとんでもないクリニックができたと聞きまして、はいはい、まあその昔ながらのラファエルっぽい動画なんですけど、はい、その女優というか、はい、まあそういう有名な方が抜いてくれる専門のお店っていうのが渋谷にできたらしいんですよ。しかもこの時間なんですよ、やってるのが、はい、夜じゃないんです。夜もやってるんですけど、はい、朝方から夜ぐらいまでっていう、はいはい、深夜帯じゃないんですよね、はいはい、そういう方が専門で抜いてくれるっていういやいや、これ本番なんですよ。いやいや、分からんけど面白い、分からんけど面白い。そういうクリニックがあるということで、で僕が大好きでね、まあそういういろんな女優の方にね、まあ連絡するじゃないですか、はいはいはい、プライベートで、はい、でバーって連絡してる中でお返事いただいた方からいただいた情報なんですよ。はい、あ、女優の方がいるんですか。女優の方、今日来ます。でもその人がだから抜いてくれます今日いや本番なんですって。ネタじゃないんですよ、はい、渋谷にそういうクリニックがあるということで、はい、今からそこのクリニックの紹介です。抜くとこまで やりましたからだから嫌だから、 IGTV じゃん。いやそのクリニック僕は初めてなんですけど、そこのクリニックのことをちょっと知ってて、今日アテンドしてくれる方がいます。ちょっとご紹介していいですか。はい、お願いします。おはようございます。かわいい。もういいんですか、その YouTube 出てもらって。出ちゃいましたね。めちゃくちゃかわいいですね。やばいですね。はじめまして。ありがとうございます。はじめまして。うわー、した自己紹介だけでした。はい、天使と書いて天塚と山、天塚舞です。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。なんてお呼びすればいいですか。天塚さん、はい、そのどういう言われ方です。萌えさん、みんなにはモエピョンって呼ばれてます。萌えピョン、はい、萌えピョンって言うのなんかうざいんで天塚さんにしますね、はい、ちょっとうざいんで今うちの YouTube 出ていただいて、 YouTube 出るの初めてですか。いや、 YouTube 自分でもやってるんですけど。そっか、はい、そっかそっか。あんまりそこまで頻繁には更新してなくて。目めっちゃ綺麗ですね。ラガギガ、ちょっと入ってもギガも入ってます。ギガめっちゃ綺麗ですね、マジで。ありがとうございます。やっぱイチャついてるよ。はイチャつくよ。イチャつくよ。小学生見るな。イチャつくやろ。怖い。ごめんなさい。そうですね。いろいろ日々ご連絡してる中で、ご丁寧にお返事いただいて、はい、そういうプライベートのお会いするの難しいけど、お仕事ね、撮影やったらってことで、ここちょっとご紹介今日いただくということで。そういう流れなんですよ。有名なんですね。もうオープンしたばっかりなんですね。そうなんです。まだオープンしたばっかりなんです。なんていうクリニックなんですか、クリニック名で言うと。まだ、ちょっと秘密にしておきますか。まだ秘密やって、もうぐらいじゃ今もう撮影とかやめるわ、もうええわ。ドキドキしてほしい。ドキドキしてほしい。いや、ドキドキしてますよ、もうバチクソ怖いね、マジでやばない。いや、やばい。かわいさやばいっすね。やばしいです。もう何年ぐらいやられてるんですか、そのお仕事は。私、今年で9年目になります。あ、長いですね。はい、かなり長いです。長いですね。はい、若いでしょ、絶対。いや、でももう20代後半に。あ、若いですね、はい、もうちょっとで壁にぶち当たるところです。いや、お綺麗、はい、20代、はい、ようやく9年目でラファエルさんまでこぎつけることができ。いや、よく言いますよ、よく言いますよ。すごいですよ、僕めっちゃ見てました。おー、嬉しい。いやいや、僕ら我々はそらそうです、はい、おー、嬉しい。我々はそうですよ。ついこの間、100本目に到達しました。すごい、ありがとうございます。俺らはだって週に3ぐらい会ってるもんな一方的に。週に3は一方的ですけどね。やっと会えたねってやつですね。そうですね。ちょっとじゃあいいですか、いきなり。はい、もういいですか、ここでいいですか。太ももめっちゃ綺麗だよ俺。でもなんでここのクリニックなんですか、その今回。実は私がプロデュースさせていただいてるんです。あ、そういうことね、はい、ここのお店自体をプロデュース。はい、エロいな。エロいっすね。もうそれはもう本物がプロデュースしてないから。確かに。それはそういうことやもんな。はい、メニューもプロデュースしてんの。そうなんです。すごいっすね。メニューとか制服だったりとか。ちょっと、あ、そこまでっすか。はい、エロいっす、マジで。ここはこうやって、こういう風に抜きなさいよとか、はいはい、そういうことやんね。そうですね。エロいな、マジで、はい、いやいやいや、ちょっと楽しみやな。楽しみっすね、これ。行こうか。はい、このビリア、このビリア、なんて言うんだろう。クリニックニュー宇田川。このビルで渋谷のこう無限大の前ですよ、吉本。すぐ無限大ホールが見えるっていう。いやー、すごい場所ですね。こんなところでそんな店があるんですね。そうなんですよ。
半分ある半分。ちょっとここ怪しい感じしますよね。ちょっと怪しいですね。実物結構小柄なんですね。あ、言われますね、ちっちゃいって、うん、もうちょっと身長分かる。言われますよ、見てるだけで思ってました。ね、160ぐらいあると言われるんですけど。ねえ、カットなんですか。一応 D にまで育ちました。あ、D? はい、あ、もうちょっと育てようかじゃん。すいません、何階でしたっけ。6階になります。 D カップ、エレベーターでその話題なんかちょっと照れる。世界で一番モデルカップするでしょ、D って。そういうの言いますね。一番モデル D ですよ。おー、そうなんですか。そうそうそう、今 D と E の境ぐらいを歩んでる。もう一番いい。くっそくっそ、ゆうたくん、くっそ一番いいやん、くっそ。あー、すごいな。いいよ。え、なにこれ、超高級店じゃないですか。宇田川町永遠クリニック。おー、朝やってるから。朝やってる、あー、そういうのか。あ、そうですか。メンズクリニックの AM です。超高級店やん、これ。高いに違います、これ。いくら、いくらで抜けんの。ラナレさん、すごい持ってるって聞いてる。大丈夫かな。いやいや、もう、僕はもう小銭しか持ってないですから。いや、もう全然、そんな全然ですよ。ギンギラギンって聞いてる。口悪いな、急に口悪いな。いや、すごいな。ちょっといいですか、中入っていって。はい、こちらになります。うわすごい、うわ、高級店じゃないですか。失礼します。うわ、受付で女性の方なんですね。はい、そうなんです。この店のパターンで受付大体男だもんな。確かに。いや、大体ハゲ散らかしたメガネでデブやもんね。こんな綺麗な方が当てのしめるんですか。確かに確かに。すいません、なんか撮影協力すいません、今日あります。いや、すごいな。え、選んでいいってことですか。ちょっとそういうのはできないんですけれども。受付の方なんで、まあ、それはそう。受付選べます。ええ、確かに。プライベートで通われてるってことですよ。まあ、そうですね。紹介させていただいたばかりで、今日そう、撮影、YouTube 撮影でご紹介していただいて、はい、朝方から抜ける、きれいに抜けるクリニックがあるってことで、アテンドのもと今日撮影 でたまたまいらっしゃる、びっくりしました、ほんまに。いろんな機会が多くて、はいはい、エロいな。なんかさわっとしてきた。何を見せたんですか。私も女性男子でたくさん見るとちょっとさわっとしだしちゃう。エロいな。やっぱ違和感ありますね。なんかね。そう、恥ずかしいです、ね。そうか。普段服じゃないですかね、仕事の時は。はい。あんまり服着たことないから、ちょっとつまんとしちゃう。どんな会話だ。仕事で服着たことないって。今、オーラルで帰られてる。そう。あ、ちょっと、お会計待ってたんですよ。あ、そうなんですね。スッキリできましたか。もいちゃんに言われるとちょっと、いや、もうちょっとお願いしますって言いたくなっちゃうんですけど。そんなにスッキリですか。そうですね、こういうところできちっとね、安心安全でやった方がいい。そうか、やっぱりお店の方が安心安全ですもん、自分でやるよりは。そうですね、そうですね。 そういうことですよね。うん、セルフよりはやっぱり人にやってもらう方がよりスッキリ。早く言いたいな。早く言いたいな。じゃあもう体験できるってことですから。で、いいんですよね。そういうこといいんですよね。なんか行ってきます。じゃあ、早速。あ、そうなんですか。あ、ぜひぜひ。行ってください。体験なんですよ、これから。いやいや、すいません。あ、これ、映して大丈夫ですか、YouTube。どうぞ。はい。実は、ね、あっち出ててこっちダメだって言えないんですよ。服着てるんがなんか新鮮じゃない。確かに、確かに。わかんなかったですね。もう世界中のケツの穴までも見せちゃってるんで、もう大丈夫。そんな。いやいや、すいません。なんか申し訳ないです。どうですか。ありがとうございます。じゃあ早速なんか案内してもらって、お部屋に通してもらってみたいなもんな、うん、プロが言うねんから、それもすごいね。そうですね、すごい。いいですか、じゃあ案内していただいていいですか、部屋に。いいですか。あんま疲れてないですね、多分。うん、すごい。え、切られてる。切られてる。じゃあどのぐらい好きか、点数作り。100点中何点、何点、何点、点数、点数100です。100、100、はい、100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 
すぐ話して。すぐ話して。うん。ちょっと切られてるな。切られてるな。うわ、めっちゃ広いぞ、中。え、天井やばい、見て。うお、やば。やば、天井。え？ちょっとなんか京都っぽいですね。そう、すごく和風のテイストで、ね、落ち着いていただける空間にしたくて。いや、分かる人分かんない。京都のリッツカルトン来ないの。ほんまに来ないの。めちゃくちゃ綺麗っすね。普通こんなんちゃうもん。だって非常口のマークも。いや、そんなことないですか。絶対こんなんちゃうもん。豪華に見えますか。豪華に見えますか。こんなんちゃう。非常口のさ、マーク普通こんなんちゃう。こうなってんねんから。こんなんちゃうっすよ。あ、まずはカウンセリング室見て、はい、ちゃんとやってるわ。だって他の店やったらさ、紙一枚渡されてさ、丸、はい、してくれみたいな感じやん。確かに確かに。ちゃうの。カウンセリングしてるわけですね。はい。一旦これカウンセリングして。はい、カウンセリングの方です。すごいな。わ、すごい。これやばい、これやばい。なにこれ。ほんまにそんな店ですか。そんな風に見えへんの。床とかもやばない、いちいちもないのすごいやん。入っていいんですか。はい、どうぞ。うわ、失礼します。きれい。うわ、きれい。もう全然ここで抜けるけどな。ここでカウンセリングということで、はい、あ、ここでちょっといいですか。あ、もう今日もアテンダで特別会なんでカウンセリングもやっていただきますか。やば。あ、いいんですか。出て行って、マジで。出て、すぐ出て、カメラ止めて。いやカメラ回ってへんところで一瞬さ、はい、会話してたんですよ、はい、ね、オッケーの時のこれ両手でこんなんする。オッケーの時これ両手でこんなんする。バッチリ可愛かったね、マジで。ついっすよ、もう、すぎますよ、ほんまに。ちなみに、朝早くに、普段動かれることあるんですか、はい、あんまり、朝のイメージが。はい、朝は、あんまりですけど。そうですよね、そうですよね。でも一応、仕事で、はい、あの、朝から仕事はしてるんで。そうなんですね。ちょっとやっぱり、その、なんていうんですかね、その、会食続きの朝から仕事の時は、うんうん、その、ムラムラが続くっていうのはありますよね。ねえ、やっぱり、すっきりするイメージ、夜の方が多いですもんね。夜の方が多い、多いですね。例えば、起きて、二日酔いでお酒が残ってる時って、ずーっとムラムラしてるんで。あ、そうなんですね。で、今日とかの撮影めっちゃ楽しめんもんな。いや、もうそうですね、ほんと。ちなみに、ここ、あの、二日酔いの予防だったり、はい、解消の点滴もあるんですよ。予防できるんですか。そうなんですよ。だから、あの、ムラムラしたのをすっきりした後に二日酔い解消系の点滴を入れて、かなりめちゃくちゃすっきりした状態でオフィスの方に。何それ、そんなんあるんですか。はい、向かっていただけると思います。でも、そのなんか抜きすぎたら疲れるみたいな、ないですか。ご安心ください、もう寝てるだけで大丈夫なので。エロいやん。とは言っても寝てるだけじゃダメでしょ。ここでは本当に身も心も委ねて、はい、もう甘えん坊になってもらって大丈夫なんで。いいんですか、甘えん坊だって。いいんです。一番好きですよ、僕その、まあ、そのシチュエーション一番好きですよ。一番癒される時間になって寝てるだけで、寝てるだけで、こっちの負担なし。そうなんです。何もしなくていいですか。ちょっとだけ我慢してもらったりはしないといけないかもしれない。あるんやん。簡単には抜けへんぞと。やっぱりすぐには行かないので。ちょっとだけ我慢してもらいたい。うん、今日は忙しいんです、抜きたいですって時はすぐ抜けるんでしょ。あ、すぐ抜けるコースももちろんあります。すぐ抜けるコース大丈夫です。ちなみにその一番好きな単位何なんですか。全然関係ない話なんですけど。ガチな方で、私はやっぱりバックでガンガン行かれたいですね。結構ガン好きが好きなタイプなので。バックでガンガン聞いてる。はい、結構奥がガンガンで。奥がガンガン、奥がガンガンがいいんです。ああ、なるほど。全然、ほんと撮影関係ないんですけど、興奮しってどんなんなんですか。ああ、過去一ですか、はい、でも私やっぱり高校時代の初めての人とした、はい、あの、真夏の炎天下の中で窓閉め切ってドロドロになるタイプが良かったですね。すげえ。ビシャビシャタイプが好きなの。ビシャビシャタイプ、ああ、そういうことですね。はい。なるほど。結構意識朦朧としながらみたいな。すげえ。今まで。お前いかんの。水も飲まずに。水。なぜいいですね。はい。なるほど。そういうね、新しい出会いに向けての、はい、自分を作れる場所でもあるので。なるほどね。はい。ちなみにそんな好きな男性のタイプというか、仕草というか、
しぐさというか性癖に近いものがあるんですけど、ただその話結構そのなんかしっかりしたタイプの人、プライドが高かったりとか、はい、お仕事きっちりとかしてる人が、はい、めちゃくちゃに甘えてくれるのが好きなので。うわ、ラオさんじゃん。完全僕っすね。完全僕っすね。甘えもなんですか。僕もお母さんみたいなタイプなんで。ああ、そういうのがいいです。もう全部してあげたいみたいな。これ付き合う流れやな。絶対付き合う流れやな、これほんまに。ギャップということですかね。なんか私だけという甘やかしたいんですよね。でも、ね、はい、外に一歩外に出たら現実社会でちょっと苦しんで不思議な感覚。そういう圧力に耐えながら頑張って、はい、戻ってきた時にもう全てを解放して。変態去年やらせていただいてます。あと私ちょっと人を物で決めてしまうところも、物で決めたと、はい、その人を好きになるかどうかをちょっと物で決めてしまうところも、あ、物って、物ってことですね。はい、あー、上の方がいいですか。確かに、あ、私上と下の段差が激しいのが好き。もう俺いた。声出すなよお前、食い気味で。こういうの知らんしな、知らんしな、お前のこと、お前のものの話。ヒロシさんおらんことよかったわ、今日。よかったですね。ヒアロンさんでなんとかなるって言いますもんね、今ね。おー、そこの部分。そうですね、そうですね。言いますもんね。はい、言われたことありますね。あ、すごい言ってきたなぁ。あ、テンション上がってきました。テンション上がってきましたね。ずっと上がってましたね。でも今から抜くってことですから。いいっすね、それ。やりがたいなぁ。もう心底スッキリしていただきたい。抜く方も専門の方がいるんですね。もちろん、もちろん、もちろん。ちゃんと指導を受けたプロの方がいらっしゃいます。はい。ちょっとじゃあ、行きますか。フレンズ部屋で、ここでもいいですけど、僕は全然。ここだとちょっとやっぱり、ね、恥ずかしい、恥ずかしいので。ちょっと恥ずかしいか。ちょっと恥ずかしい。全然もうこのスペースいけるんだもん、ここで。そこか。ここで、ここでいけるよ。俺はいけるよ、ここで。くっそ、横顔また可愛いな。横顔今初めて見たけど可愛いな。くっそ、いいんすか。はい、移動していただいて。うわー、よかったですね、ハリハリ聞けて。いや、本当にありがとうございます、すいません。いや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 、すごいな。お前ずっと待ってた。降りた、お前。うわ、ちょっとめっちゃ広いやん、マジで。ずっとこの床の感じと天井続いてんねん。ここちょっと、こんな感じベッドだけじゃない、高級やな、ほんまに。すごいぞ。床とかじゃないんや、床でちょっとマット引く感じじゃないんや。すごいな。え、いいんですか、入って。はい、どうぞ。うわ、失礼します。うわ、高級な感じ。なにこれ、自然光を楽しんでいただき、自然光で。ちょっと恥ずかしいな、ちょっとな。まあまあ、そうです。でもちゃんとそこも見えないようにしっかり目になってるんですね。はい。うわー、と緊張するな。もうじゃあもう来るんですね、専門の方が。はい。緊張するけど、なんか全くここでいいんか。靴脱がなあかんな。さすがに失礼やな。はい、横になって待ってていただいたらいいんですか。はい、それまでバブル準備をしておいてください。バブル準備。ちょっとほんまにタイプです僕。ちょっとほんまに好きなんですけど。ちょっと俺 YouTube いける？いや、いけないです。IGTV です。天塚さんめっちゃ可愛いな。めっちゃ可愛い。顔めっちゃちっちゃい。なんであんな可愛い？顔ちっちゃいな、ほんで。顔ちっちゃいですよ。めっちゃ可愛かったな。めっちゃ可愛かったよな。はい、横顔見た？横顔。見ました。横顔バチクソ綺麗で。横顔です。正面可愛いのに横顔綺麗で。いいっすね。両方持ってんの。カウンセリングしてそのままもう勝手に抜いたのかなと思った。マジで。勝手にやったのかな、セルフで。そのぐらい。いや、緊張するな。ここでじゃあ、ここで待ってればいいの？来ていただけるってこと？はい。いや、どうしよう。そんなにいけんのかな、ほんまに。いやいや、待っとかないと。いやいや、まあまあそうですね。いや、そうです、そうです。一応下半身ですかね、はい、上じゃないですか。はいはい。あ、きれいなぁ。いやいや、それやってますから。やってますから。いや、緊張するなぁ。靴下なんか見て、ほら、こんな風に立った、こんな風に立ったんで。ここ言えたんだよ、靴下見て。いや、ちょっとほんまに緊張するなぁ。これ待ちか、一旦待ちやな。一旦待ちっすね。一旦待ちやな。はい。いやー、緊張するなー。どのぐらい足切れ 100% だったら。うーん、いや、めっちゃ綺麗っすよ。80ぐらい綺麗っす。残りの10ないね。あ、はいはい、失礼します。あ、脱毛始めていきますね。え、脱毛脱毛を始めていきます。男性が男性が、ちょっともう触られるのもいいや。え、どういうことですか。
あなたがやってくださるんですか。すごいやります。ちょっと男性が男性のすんの。男性が男性を脱毛しますよ。脱毛。ちょっと証拠。すいません、誤解させてしまったみたいで、はいはい、こちらは、はい、美容医療の宇田川町アクティブメンズクリニックです。いや、そっちっすか。そういうこと。何渋谷ですごい抜けるところがあるっておっしゃったから、はい、最新機器となっております。あ、そういうこと。何言うだろう、マジで。ないねんけど、俺こいつ見た瞬間ないのは。あ、そういうことっすか。脱毛の抜くの方ね。はい。そういう、もう言うも恥ずかしいんだけど、僕はそういうことじゃなくて、その、はい、ね、的なことじゃなくて、はい、ああ、で、まあ、有名店ということですね。昼間も OK。昼間も OK。今の OK、可愛いね。うまく使われてるじゃないですか。あ、そう、ほんまにうまく使われてまして。あ、そういうことですね、はい。昼間からやってて。はい。何時からやってるんですか。11時から。お前、ぶつくな。僕じゃあ今度はこの人に抜かれるんですね。はい。そっちの抜くですよね。そうです。上も下も全部綺麗に抜けます。ということです。脱毛ですから、ね、全部そういうの抜くですもんね。はい。そういうことか。だからさっきもあの方が、有名な男優さんがそういう、おっしゃってたな。そうです。あ、そういうことですか。はい、ぜひぜひバブってください。バブれる？こんな状態で、はい、男性に。バブります。芝居でめっちゃ向かってるんだけど。なるほどっすね。あ、はい、そういうことっすか、はい、最近オープンしたところの方が、それで合点がいったわ。なるほどね。だからこの時間にやってん、11時がやってんねや。はいはいはい。なるほどな。そういうこと恥ずかしくなってきたな。ズボン履いた方がいいね。ズボン履いた方がいいか、行った方がいいか。すいません、なんかすいません、あの脱毛でしたら僕はちょっともう、はい、今日は大丈夫です。そうなんですか。脱毛だったらもう今日は一旦体験していただきたい。そうですよね、脱毛ね。形だけやろうかな。まあそうですね、まあそうですね。太ももをじゃあ天塚さんにやってもらいたいです。お前じゃない、絶対お前。でも彼の方が上手です。絶対お前じゃないですよ。いや、そうなんや。なるほどね、はい、え、ここのクリニック聞く、脱毛とも、ね、やってるんですか。脱毛と、あとはお肌の方と。お肌もやってるんですね。はい、 AGA、ED 治療。すごく広めていきたいのが、はい、性病検査の方もへぇー。性病検査をするついでというか、はい、美肌のついでに性病検査とか、はい、AGM のついでに性病検査とか、ね、あ、そんなんやってるんですね。はい。性別問題ですもんね。そうなんですよ。結構ね、なんで気軽に性病検査っていうものに触れていただきたいっていうのが、はい、なるほど。でも美容室行く感覚や、整える感覚や、病気になっていくんじゃなくて、はい、予防というか。そうですね、検査で、そうですね、日頃から注意していただきたい。お仕事だったらね、必ず仕事する前は、はい、私はもう絶対に検査票がなければしたくない。え、それプライベートも。プライベートも。嘘やん。もう定期検診してる人じゃないと嫌です。嘘やん。怖いもん。いや、怖いな、くそ。怖いもん。出てきて。怖いもん。怖いんですね、怖いんです。怖い。でも俺らプライベートはさ、絶対ないやん、そんなん。ないっすね。でもそういう文化があった方が、綺麗やんな。うん、まあそうですね。うん、確かに。そういう行為する前に、定期検診を当たり前に出す。うん。どのぐらいできるんですか、その お値段というか、定期検診の。定期検診とかも結構、私たちがよく行く病院と、はい、変わらない値段でやらせていただいて、はい。そうなんですね。はい。1項目につき大体3000円。あったほうがいい。ちょっと高いコンドームぐらいですね。そうですね、そうですね。あったほうがいいですね。まあでもそれでね、お互いの安心と健康を変えるのであれば。確かにな、病気なったら、たまに俺なんか既婚者やからさ、はい、その辺で散らかすやんか、はい、病気なったらきついの、マジで。そうですよ、分かればすぐに対応できるので。そうですね、無自覚の方とかもすごくね、特に女性多いって言いますもんね。そうなんです、そうなんです、ね、広まってしまうとね、困るので、やっぱり事前の予防として。確かにな、すごいな。メンズクリニックってことですね。
はい、脱毛とかね、はい、美容医療全部ね。そうです。そういうことやないんやね、言ってくださいよ。勘違いしましたよ。この感じで DM して抜きたいんですか、抜きたい、全身抜きたいです、はい、DM さらしたのかな、ほんまそれあったでしょ、そのやり取りが。その感じで来たからそうかなと思ってました、僕てっきり。まさか誤解があると。誤解しましたね、完全に。まあそういうことか、まあまあまあ、ちゃんとね、甘やかしてめっちゃバブルだよ俺めっちゃバブルけど、いけるじゃあ行くか、やってもらおうか、やってもらいましょう。